本日ね、ご紹介するのはギタリストのポール・ギルバートさんです。ポール・ギルバートさんはアメリカ・イリノイ州出身のギタリストです。54歳。主にハードロック、ヘビーメタル、ネオクラシカル、ミスター・ビッグさん有名ですね、のギタリストです。5歳の時に父親からギターをプレゼントされます。そしてジミー・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、バン・ヘイレン、あとクラシックに大きな影響を受けているそうです。ですね。前回、黒沢音楽学院で教わってまいりました。こちらの、楽譜、これはですね、スピードピッキング by ポール・ギルバートというタイトルで、非常に明快でわかりやすいんですが、基本的に、E マイナーですね。っていう上で、いかに速い、スムーズなフレージングでギターを弾くかっていうことが、私の一つの目標だったんですが、この譜面に書いてある、音を探していくと。動き的には、ここはピッキングします。ピッキングした後で、あとその他ハンマリング、というふうに弾きます。じゃ、これをもってね、早いの早くないのという話になるんですが、先生からはそれ以上早く必要はない、聞く必要はないですと言われました。なぜならば、聞いている人がこれ以上早くても聞いていて気持ちよくないから確かにそうだなと思いました。ただ速いギタリストなんてたくさんいるんですけど、結果的に速いから何ってなっちゃうんですよ。で、私の目標としてやはりまず楽曲を提供したいという強い思いがあります。その上でね、何が必要かというと、スタジオのミュージシャンですから、楽曲を提供するにあたってボーカリストにデモテープと、あとは譜面を提供するんですね。その際に、そんなに早口言葉みたいに喋る、歌うね、人いないでしょと。これぐらいの速さですよ。これぐらいの速さがあれば十分じゃないですかと。それをいかに美しい旋律にするかが問題であって、例えば E マイナーであればこういう、っていうメロディラインがありますよね。これは単純な E マイナーのマイナースケールのスケール練習です。ただこの上でね、っていうフレーズを弾いたとしても、これ歌える人がいるかっていうと、よくギターソロなんかの始まりでって始まるんですけど、私はスーパーギタリストになりたいわけではなくて、あくまでボーカリストへのメロディーラインをね、提供したいんで、私に必要なのは、という、いかに旋律を美しく歌い手さんに伝えるかなんですね。そこのニュアンスがうまく伝わるようなギターを弾けばいいのであって、闇雲に速くしていくことはね、あまり意味がないと。確かにその通りだと思いました。生きている時間は限られているので、ね、無駄なことに時間を割く必要ないわけです。そうなるとね、急に必要のないことはやる必要はないということになって、ポール・ギルバートさんのね、
このフレーズがこのテンポで、テンポ、書いてありますね。 Em で、3連符が多い。3連符、4拍子の中で、3つの音が入っています。ですので1、2、3、4、2、2、3、4、ダララ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 、もしくはもっとゆっくり、ダララ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 、星のない暗闇でのようにね。日本人っていうのはね、もともと農耕民族ですから、いくら4拍子になってもね、やっぱり3拍子なんですよ。だからタタ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 っていうのが日本人の心に刻まれてるんです。いかにね、そのメロディーラインを美しく聴かせるか、それがまあ私の目標であり、やるべきことなので、非常にね、明確に指導してくださった先生には感謝いたします。そんなわけでね、いろいろ目標も決まってきて、練習も定まってきたんで、どんどんね、楽曲を作っていきたいと思います。こちらね、ジェイク・サイダーが、私のために作ってくれた、ギターですがね、とてもとても弾きやすい。いいなこれ、お気に入りです。大変ありがとうございます、ジェイクさん。こちらのギターもね、次のギターレッスンの時にこっちのギター持っていこうかななんて思ってます。それでは、皆さん、良い、2月の中旬をお迎えください。かっこいいギターです、竹下達でした。 See you soon!